だらだらだらだ。ロッカー入るしかないんだよね。オブオブかわすには。バレたかな。オブオブってことはバレてるんで。やばいやばい。隠れよう。いやー怖いね。で、オブオブのタイマーをしっかり見て。あ、あ、あ、バレちった。バレちった。いやー無理よ、さすがに。さす無理。さすがに無理ですぴょん。まやかしてくる。画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。フレディですね。頑張っていきましょう。今回のパーク構成、セルフケア逆境魂、オブオブ植物学の知識となっております。まあ、ランク上げですね。ランク上げをしております。そこか。え、これ来てる？これ私？なんでこんなポツンと。やっぱ来てるな。うん、ここの荷窓とそこの板をうまいこと使っていきたいところですが。蹴ったのか。オブオブと、英雄の奮起を使った動画を撮りたいなって思っておりまして、思っておりましてっていうか、思ってた時期が私にはありまして、ランクリセット前からちょこちょこやってはいたんですが、なかなか撮れずにランクリセットを迎えて、ぐっちゃぐっちゃに今なってるじゃないですか。
まあ、そうなので、まあ、試合がね、なかなか安定しないというか、なんか安定してこう競った試合にならないというか、そういうのが続いておりまして、でですね、なるべくその早めにもやってしまいたいので、こうなるべく安定した試合を取るにはどうしたらいいのかっていうのを考えましても、ランク上げるのがね手っ取り早い。このドバイトうまそう、あそこの板使っちゃう。二窓っていう選択肢もあったぞ。一応向こう行ってる。ああ、いや来てる。どっか行く。よいしょ。で、まあオブを、あ、ランク上げにはやっぱ英雄の雰囲気なんかいう、なんかなかなか使えないパイプでも、まあ、安定して早く回復できる植物学かなと思って植物学の知識にしたんですけど、ドバイトそれ殴られる。スプバでもなければ。すんごいクルクルするやん。そこの板も使っちゃう。無駄に旋回して板使うのは良くない。距離を離そう。ああいう時は。よいしょ。うん、二窓ですね、向こう。向こうも二窓で、そこが一板のポジションか。なるほど。うお、えげつない量のスネアが置いてある。5個しか置けないのに。スネアは5つ。バベチリー。待て、私が行く。たまには救助させてくれ。あの、私そこに時計あるんで、一応私はまあ自分で起きるとして、よいしょ。でこれでやってると、オブオブつけてるとね、あのかなりあのチェイスできます。チェイスはかなり有利になる。だからつけてるんですけど、まあ、相手がたとえ探知不可のキラーとかでも、ゴーストフェイスなんかほとんどいないし、まあ、ピックだったとしても基本的に立って追うしかないので、まあ、レイスもね、まあ、基本的に透明化解除してからしか追えないので、まあ、そういった意味でやっぱ楽なんですね、割といろんなキラーに対して。ナースとか山岡凛とかでも早めに距離取る目安になるし、あそこに俺より迫害、迫害のスキルチェック初めて見せたかもしれない。前かしはやば、これ外ミス、外はミスりましたね。これも倒すしかないね。食らわないように倒す。んな、向こうに走れますか。向こうなんもないでしょ。あ、ここに板ある。やったね。思った以上に距離詰まってない。ここの二窓とうまいこと合わせて立ち回ろうかなと思ったんですが、 OK。 なんかね、最近チェイスしてる時の視野が広くなった気がする。サバイバーでのチェイス時間伸びた気がするね。うん、キラー側でも伸びました。キラー側は逆に下手になる。なんか知らんけど。よいしょ。さあ、フレディ向こうにいる。フレディからね、こっちに私がいるのは見えてるんで。お、ラスト1台。いいですね。お、着いた。早っ。ノーワンが怖いな。迫害しか見えてないですからね。アイテムあさりはやめられないんで、あさりますか。
治療キット、いいね。向こうクローゼットを開けてる。ドワイト殴られたか。まあ板は、え、誰も叱ら逃れられないがついてる誰も叱ら逃れられない。 No one escape this。 やば、え、どこだ。あ、君じゃない。あ、そこにいるんだったら起こせる。ノーワンか。ノーワンはね、割と天敵といいますか、ノーワンつけてるとダウンしやすいんで。あった、クローゼット担ぐ。霊障じゃないことを祈ります。ナイス。ドワイトの方行った、私が救うか。いいぞいいぞ、エンブレムよ、私に救わせてくれ。治療する。開けるとなんか血の番人怖いんだけど、イタチ血の番人とかかな。あ、大丈夫だ、ね、私が3日目入ればいける。オッケー。ってなわけでね、まあ、なんか血族手札公開が強いなと思ってた時代も私にもありましたが、ありましたけど、まあ、ここのオブオブもねやっぱ強い。でこの安定して回復するあっちの番についてたね、やっぱオブオブもね強いです。はい、デジャブ血族、血族血族、いいね。3人血族、まあ、3人が血族持ってると、まあ、基本的にこう私持ってなくても見えるんで、これはありがたいですね。血族手札公開ってなかなかいないよね。手札公開強いんだけど、やっぱ2枠作っていうところにあれがあるのかな、抵抗があるのかな。まあ私オブオブつけるんだったら、まあオブオブはこれあれ単品で持ってきても強いですから、チェイスがうまくなるっていうか、チェイスに強くなれるんでおすすめです。まあ、ただあの30秒に1回見れるっていう効果はオブオブ持ってるあのオブセッションの人だけなんで、あのオブオブを2人以上持ってくると片方はこの30秒に1回見えるっていう効果がなくなるんで、まあちょっとそこが難しいですよね。ストライクを他の人が持ってきている時にこうオブセッションが映っちゃったりね、そういうのがあると、まあ、ちょっと悲しくなるんですけども、まあ基本的にこれ持ってきてるとオブセッションになれます。はい、オブセッション脱出の先天ポイントもね意外とうまかったりします。てなわけで、頑張ってランク上げてる最中です。はい、頑張ってね、早く英雄の奮起とオブオブの動画撮りたいなっていうふうに思っております。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。